世の中にはすぐわかるものとすぐわからないものの2種類がある。すぐにわからないものは長い時間をかけて少しずつわかってくる。私はずっとチューブラリン。本当にしたいことが何なのかわからなかった。あんたお茶習ったら？お茶いいな、一緒にやろうよ。こんにちは。あら、いらっしゃい。お茶ってなんだかすごい大変。足がしびれて動かないです。お茶はね、まず形なのよ。初めに形を作っておいて、後から心が入るものなのね。頭で考えないで自分の手を信じなさい。行ってきます。のりこ、お茶が好きなのか。さあ、五感を使って全身でその瞬間を味わう。雨の日は雨を聞く。夏には夏の暑さを、冬は身の切れるような寒さを。ここからが本当の始まりなのかも。